皆さんこんにちは。今日はラングトンの紙に書いてみたいと思います。草壁の12色セットを使います。場所は神戸の北の通りのそばにある黄色い家になります。今日はですね、鉛筆の下書きをせずに直に筆で最初から書いていくということをやってみたいと思います。鉛筆の下書きがあるとどうしてもその下書きを意識してしまって、ちょっと線がね硬くなるということがありますので、今日は思い切って、下書きなしでやっていきたいと思います。今家の黄色い感じのところを塗っていますね。もちろん形がですね、少しというか来るかもしれないんですけども、まあその方が面白いかなということで。で、もう一つですね、今日はこの写真資料を、まあ、コピーするというよりもこの資料を使って、何か世界ができたらなと思っています。まだね、頭の中にはこの段階ではないんですけれども、どのような世界が想像できるのか、ちょっと楽しみながらと言いますか、今は無心に筆を動かしているところです。この段階で考えていたのは、少し色をね、鮮やかな色にしたいと思って塗っています。サップグリーンを今塗っていますけれども、サップグリーンとっても綺麗な色なので、あんまり混ぜないで、他の絵の具と混ぜないで、ほぼもうチューブから出した色ですね、そのまんま塗っています。計画をね、あんまり立ててないんですけども、このそうですね、今この空もですね、ちょっと雲を感じさせるような塗り方にしようかなと思って、白いところを少し残して塗っています。時にはですね、空から描き始めて、すべて青で塗って、それから、その上に木を描くということをやりますけれども、今回はなるべく色を混ぜないで、この段階で色を重ね塗りしないで、空の色とそれから木の色と重ねないようにして塗ってみました。今ウェットインウェットで木の暗いところを塗っていますけども、この赤色も全然ないんですが、だんだんですね、ここに真ん中に道を描こうかなと思ってですね、白く残しました。家の前は道路になっていますけれども、白い写真ではせっかくですので、庭を描いてですね、そこに少し綺麗な花が咲いているというイメージにしたいなと、この辺から少し思い始めました。ですから写真の資料の歩道のところは、まあ、あまりもうほとんど描かないということになります。家もそれほどまあリアルに描かないで、もうほぼ乾かしもしないで濡れたままですね、どんどん描いていくと。でここにですね、人物を描こうと思って少し色を入れました。木のところの黒い色ですが、ウルトラマリンとバーンとシェンナを混ぜています。それから家の真ん前にある木はもう描かないとこうと思っていますね。せっかくの家が隠れてしまいますので。それから今赤色もですね、ウェットインウェットでちょっと花をイメージして塗っています。まあ塗っているというよりも絵の具を垂らしてにじませているという感じですね。それから窓なんですが、ここわざとね、にじませています。まだ窓の枠をね、後から
描きますけども、その下塗りのようなイメージですね。一番最後の最後に窓の枠を描こうと思っています。木もですね、ちょっとまあ綺麗な色を残したかったんですけど、かなり強いサップグリーンの緑が明るすぎるので、やはり影のところはウルトラマリンを混ぜた少し濃い緑で影をつけていますね。同じ色の濃いグリーンで、人物の影、それから左側のところですが、ここはちょっとね、紫ですね。赤を少し混ぜた紫で影をつけています。ある程度立体的にね、描いて、描きたいと思っていますね。これは右の大きな木の影ですね。光が右から来ていますので、それを描いています。まあ、その辺は資料写真を参考にしています。ここで一つセルリアンブルーですね。ホルベインのセルリアンブルーを追加することにしました。どうしてもこの色がちょっと使いたかったので、久しぶりにこの色を差し色として使っています。セルリアンブルーですけども、少し不透明な色ですので、後半ですね、ここぞというところにこう色を置いていくと綺麗な感じになります。影のところ、木の影のところですが、少し色を薄くした影も描いています。また少し赤っぽい色ですね、もう混ぜて、一番濃い影、ちょっと薄い影というふうに少しね、変化を与えています。それからところどころ赤い色を入れて、全体的にこう、なんていうんですか、鮮やかな感じって言いますかね、華やかな感じというのを出そうと思っています。この辺も資料写真からは完全に離れていますね。絵を全体的に見て、自分で欲しい色を入れるようにしています。ここで木が全体的にベタっと塗りすぎましたので、ところどころをティッシュペーパーで拭き取っています。資料写真でもね、ちょっと向こう側の空が見えてますよね、木のところ。そういったところです。もう少し遠方の木があってもいいなと思って、ブルーっぽい色を入れました。この辺は木をイメージしています。ただ本当に明るいところを塗らないで、ところどころ明るいグリーンは残しています。もう一度ブルーもちょっと入れたりしてますね。セルリアンブルーを入れています。この辺はね、自分の感覚ですので、自分が綺麗だなと思う場所、ここにブルーがあったらいいなと思う場所ですね。はい、いよいよですね、ちょっと一回乾かして窓枠ですね、フリーハンドでちょっといがみながら描いています。これをね、今回はちょっともう手を浮かせながら、わざといがむようにしてですね、描いています。きちっと描くとどうしても硬くなってしまうんですよね、窓が。それだと面白くないので、あえて、いがんだ方がいいかなと思って描いています。家のところですね、ちょっと悩んだんですけども、やはり少し暗いところを描いて立体的に表現しようと思いました。明るい部分残して、もう一段色を濃くします。塗るとね、どうしても暗くなってしまうので、立体的にすればするほど暗い感じになりますが、それからひさしのとこですね、ここもやはり家のポイントですよね。ここを影を作ることによるよって家がぐっと立体的になります。それから窓のところ、ちょっと線がね、漫画みたいでしたので、やはり白い写真をもう一度参考にしながら、
全体薄く濃くしました。やはりこういったところはね、資料写真があるとリアルな感じになります。木の幹のところですが、思い切って暗い色で塗っています。それから面白い洋瓦、瓦のところの下の影ですね、そこも塗りました。もう一度ひさしのこの左側の端のところですね、濃くして立体的に、家が立体的になりますのでね、塗りましたね。人物になりますが、ちょっと赤っぽい色で塗ってみています。最終的にはちょっと何色になるのか分かりませんが、まあ、一応赤で塗って、もう一人ね、子供みたいな、子供のような感じで、塗りました。もうこれはグラデーションで、いつものようにグラデーションで描いています。ちょっとホワイトガッシュをにじませていますが、それから向こう側にある窓ですね、これも面白い形ですので描いておきましょう。そして、ここはちょっと木もね描いておきましょう。この木もまあある程度のスピードでね、さっさと今回は描いています。左側も描きますね。あまりね描き込んでリアルにする気は全くありません、あくまでも明るい色で、仕上げたいなと思っていますね。あまり何回も重ねた色を使おうとは思っていません。ここの右側の木、葉っぱが面白いですよね。それは描いておきましょう。それからやはりもう一段暗い影のところ、木の暗い影のところ描いているんですが、この時にあまり全部をちょんちょんちょんとやらないで、大きな点のところ、小さな点のところ意識して描いています。それから濡れてる間にちょっとホワイトガッシュも入れて光を表したいなと思いました。今パーマネントイエローですね、塗っています。全体を見ながら華やかになるようにですね、ちょっと小さな赤い花もイメージして、それを今塗っています。最後にですね、人物のところ少し形を整えるためにホワイトガッシュで塗っています。だいたいこれで、仕上がりになりましたね。今日はね、資料写真を元にしたけれども、まあ、自分の世界ができればいいなと思って描いていましたが、こんな感じの世界になりました。それから色をね、なるべく明るい色、純色に近い色 を残して明るい感じの絵にしたいなと思っていました。いかがだったでしょうか。ここまでご覧くださり本当にありがとうございました。それでは皆さん、水彩画で幸せになってください。また次回お会いしましょう。さようなら。